ライト博士。ほほ、ロック、もう大丈夫か？ええ、早くロールを助けに行かないと。うん。またスーパーメカザウルスが街で暴れたそうですね。うん。博士、今のままのロックバスターだとスーパーメカザウルスを倒すことはできません。ロールのためにも新しい武器を。ロック、わしは時々家庭用ロボットだったお前を戦闘用に改造したことを後悔することがあるんだ。本当にわしの選択は正しかったのかとな。ライト博士、わしの子供として平凡に暮らすロックのままの方がお前にとっては幸せだったろうな。博士、ワイリーを倒し平和を取り戻す、僕に与えられた使命は十分に分かっているつもりです。僕以外にそれをできる者がいないことも。うん。博士、ロールのためにもお願いします。ロック、この改造はかなり苦しいものになるぞ。それでもやるつもりか？はい。よし、わかった。ロックマンの改造手術は数時間にも及んだ。一刻も早くロールを助けなければという思いがロックマンを苦しい改造手術に耐えさせたのであった。よし、完成だ。ロック、よく耐えた。これでスーパーメカザウルスを倒せますね。うん。よし。ロック、今度のハイパーエネルギーパンチはラッシュと合体したパワーロックマンの時に使える。ただし極度にエネルギーを消耗するから気をつけるんだ。はい。臨時ニュースです。ロックヒル小学校に巨大ロボットが出現し、校舎が踏みつぶされてしまいました。幸い今日は学校が休みのため被害者は出ていない模様です。ロック、はい、行くぞラッシュ。あおー、ああ壊せ壊せ、学校なんか壊してしまえ。壊してしまえ、やめて、みんなの学校なのよ。お前が心配することはない。ロボットのお前は通えないんだからな。通えねえ通えねえ。ロックマンめ、今度来たら必ず息の根を止めてやる。やろうやろう。さあスーパーメカザウルスよ、思う存分暴れてやれ。やめろワイリー。お、借りもせず現れたか。今度は負けないぞ。威勢がいいな。スーパーメカザウルス、今までのわしの恨みを全部晴らしてやれ。ロックマンをめっちゃくちゃちゃんちゃんこきてちゃんこにしてしまい。やって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 。うわー、スーパーメカザウルス、まずはスーパーファイヤーだ。あーほー、ウィンドストーム。いやー、火が逆流した。あなれ、フライングソーサーをお見舞いしてやれ。なれ、来たな。ラッシュ、飛び乗るんだ。あ、よし、これなら空中から攻撃できるぞ。こしゃくな、円盤な顔して円盤に乗り上がって。スケボースケボー、わわわわ、こっちに来た。ぎゅりゃーい、危ないな。危ない危ない。まったく、ロールに当たったらどうするつもりだったんだ。バカ野郎バカ野郎。あ、ロールがいないぞ。何？あ、ロックマンの円盤に。ロール、大丈夫だった？ロール、向こうの建物に隠れているんだ。ロック、気をつけてね。よし、行くぞラッシュ。しきしょう、スーパーメカザウルス、こうなったら奥の手を使うんだ。なんだありゃ、羽が生えた。飛べスーパーメカザウルス、正義の炎を消してしまえ。かっこいいかっこいいかっこいい。
スーパーメカザウルス、ロックマンを踏みつぶせ。ロックマン、上。ついにやったぞ、ロックマンを踏みつぶした。ピチャンコピチャンコ。何、どういうこと。スーパーメカザウルスの足が持ち上がってるよ。なんとロックマンが持ち上げているのか。これぐらいで踏みつぶされるか。スーパーメカザウルス、尻尾を振り回してやれ。さあな、尻尾をロックマンにぶちかましてやれ。カットオーバーせーザウルス、ロックマンだ、押せー。よーし、さあ。ありゃ、尻尾を持たれた。それからどうするの。まさか、そのまさかだ。あれは噂のジャイアントスイング。ハンマー投げの要領に。投げた。これまた高く上がる上がる。なに、まだ動くのか。それぐらいのことでスーパーメカザウルスが倒せると思っていたのか。スーパーメカザウルス、速攻でスーパーファイヤーだ。今度は防御する暇がなかったようだな。とどめを刺せ、スーパーメカザウルス。こちらがとどめを刺してやる。よし、ハイパーエネルギーパンチだ。ハイパーエネルギーパンチとは、太陽エネルギーとロックマン内部のエネルギーをパンチとともに放出するロックマンの究極の技である。ハイパーエネルギーパンチ。例のごとくトンズラだ。急げ、さらばじゃ。